ポーリン・ベインズは、イギリスの挿絵画家。ポーリン・ベインズと表記されることもある。ナルニア国物語の挿絵で知られる。ポーリン・ダイアナ・ベインズは、1922年に、イングランドのホブに生まれ、父親の不妊先だったインドで幼年期を過ごした。学校に通うために5歳の時に、イングランドに戻り、15歳から、ファーンハムの芸術学校に2学期通った後、 第二次世界大戦により中断されるまでロンドンのスレード美術学校に通った。戦後、駆け出しで、まだ無名だったベインズは、ノーフ、ジャイルズの冒険の挿絵画家として J.R.R. トールキンによって見出された。その後のトールキンとの進行がきっかけとなり、C.S. ルイスの児童文学、ナルニア国物語全7巻の挿絵を手がけることになった。また、 ペーパーバック版のカバー絵や関連図書に描き下ろしを提供し、1998年には元のモノクロだった挿絵に彩色をするなど、たびたびナルニアのイラストを手掛けた。その他、100冊以上に上る著作にカバー絵、挿絵などのイラストを提供した。生涯勢力的に作家活動をし、亡くなる数週間前まで作品を制作していたという。 1961年に、ドイツ人のフリッツ・ガッシュと結婚、一度息子を授かったが死産だった。晩年、夫の戦前の妻との娘と家族になった。2008年8月、サリー州の自宅にて85歳で亡くなった。1968年のディクショナリー・オブ・シバルリーと1972年のスネール・キャタピラーで、 ケイトグリーナウェイ賞を受賞した夫と共に、トールキンとは家族ぐるみの信仰があった。これとは、対照的に、ルイスと会ったのは二度だけである。ルイスはベインズに面しては作品を褒めたが、他では、批判的な評価を語っていたという。一方、彼女はジャックに、彼女の差し絵が好まれていないと感じていましたが、実際にはジャックは、彼女の作品がとても好きでした。 というルイスの義足、ダグラス・グレシャムによる言及がある。ポーリン・ベンズ、クイーン・オブ・ナルニア・ミドル・アース、ブライアン・シブリー、ザ・ブログ、ブライアン・シブリー、4・オーガスト2008、ポーリーン・ベンズ、イラストレーター・フーディピクテッド・ルイス・エス・ナルニア・トールケン、エス・ミドル、アース、ザ・インディペンデント。ブライアン・シブリー、6・オーガスト2008、ポーリーン・ベンズ、ザ・ガーディアン、 デビッド・ヘンズ・ホール、6オーガスト2008、ポーリーン・ベーンズ、アーティストイラストレーターオブ・ナルニアミドル、アース、タイムズ・オンライン・アビチュアリー。9オーガスト2008、ポーリーン・ベーンズ、テレグラフ・ドット・シオ・ドット・ユーケ8オーガスト2008、ブックスライターズ、グリーナウェイ、ケイト・メダル・ウィナーズ、ハット・ザ・ウーマン・フード・リュー・ナルニア、ポーリーン・ベーンズ、ウィーク・エンド・テレグラフ。 シャーロット・コーリー、19セプテンバー1998、ブックページ、インタビューマーチ1999、ダグラス・グレシャム・アーカイブド2009年2月5日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ブックページ、ミリアム・イ・ドレン・イン、マーチ1999。ありがとうございます。